問のある記者はお願いします。 NHK さん、会社の NHK です。はい、お願いします。3月 の、 万博会場でのガス爆発事故についてまずお話ししてください。はい、今日の都市経済委員会でも質問が出てましたけれども、はい、事故から通報までおよそ4時間半経っていたと、はい、ということについてですね、対応に問題がなかったかどうか市長の認識をお伺いさせてください。はい、今日の委員会でも先ほど議論があったところです。爆発の、事故があって以降ですね、現場の方で当然事業者の方が確認して、不幸中の幸いにもけが人の方はいなかったということで、そういった確認をしていく中で消防の方への報告が、4時間かかったということでございます。博覧会協会を通じてになりますが、事業者の方には可能な限り早くこういったことがあっても報告をするように指導がいっているというふうに報告を受けております。関連してなんですけれども、その安全対策、今後の安全対策というところについて、はい、市としてもこうしっかり確認していくと市長答弁されてましたけれども、これは具体的に今どういう形でこうチェックしていくとか、現時点で考えていることがありましたら教えてください。はい、まずは施工事業者の方でですね、現地に入るときにより慎重に濃度を計測するように、これは徹底したいと思います。でグリーンワールドの方は、埋め立ての素材がですね、ゴミの焼却に基づくものですので、ちょっと有機物が含まれているがゆえにですね、ガスが発生するというのがあるんですが、当然ガス抜きの緩和施工されておりますので、パビリオンワールドの方でもですね、パビリオンワールドはガスはおそらく発生する可能性は低いような建設弾道をもとに埋め立てをされております。ただとはいってもですね、パビリオンワールドの方でももちろんガス濃度の方は検査していきますし、グリーンワールドの方でもより徹底した事故の再発防止の手立てというのは行ってまいります。でこれに関しては協会とも意思疎通をしっかりしながら、事業者の方でもうこれだけ大きなやっぱり事故になっておりますので、世間にも大きく報道もされておりますし、事業者はもちろん施工においてより徹底してもらえると思いますし、この点に関しましてはもう会場を建設期間中に博覧会協会と連携して情報収集をしていきたいと、徹底していきたいと思います。ありがとうございます。はい。